よし、また一日が始まりますね。ノブキさん、はい、バージェス、会長に言われてギフトを持ってきました。どうぞ水です。ここでは何にも増して貴重なギフトです。サンドロックではマートルのオアシスが唯一の天然水の供給源です、他の都市からも水をもらっていますが、効果などで分配方法には細心の注意を払う必要があります。オアシスの周りにはささやかなフェンスが設置されているんです。これはオアシスの水をむやみに取らないで木を切らないでと大町から優しく注意しているんですよ、ワークショップの水が足りないときは周りの植物に新鮮な露がついていないかチェックしましょう。あるいはオアシスを見下ろす給水塔に行ってもいいでしょうね、ビルダーの使うマシンは貯水タンクに水がないと動かないんですよね。近いうちにたくさんお会いすることになりそうですね、ではこれ以上時間を取らせるわけにはいきません、給水塔でお会いしましょう、水の贈り物、バージェスが教会に代わって水をくれた貯水タンクに入れてこようっていうミッション一応やっとこうか、はい、手紙が来てるね。ここにタンクがあって、もう 1% なんだ。残り2時間43分しか持たないんだけど調整する。2個入れますよ。 7% になりましたね。1個で 3% ぐらい復活するってこと、1個確か作業台で作れたよね。当たった。これを今1個だけか、もう足しとこう、せっかくなんで、調整する。はい、これで 11% になりましたね。3点ちょいぐらい回復するのかな。銅くずが、銅の棒が4つ、あと1個欲しいな。延べ棒1個、ベアリングも欲しいですけど、こっちはガラスができました。ロア今使うものはないかな。レンガが7個持ってる。ガラスが3つ、よし、手紙をじゃあ読んどきましょう。コンストラクションジャンクションより、サンドロックへようこそ。親友のトルーデー町長が、この手紙を書けないので代わりに私が森の奥からご挨拶します。森の奥にいるの。私は市役所の隣でコンストラクションジャンクションの事務所を所有しているの。ワークショップのアップグレードを考えているならいろいろ教えてあげるから、うちに寄りなよ。早く生活になれるといいね。ハイジね、ハイジおばさんって言ってたよね。はい、応援ね。いや、新人さん、街にうまく馴染んでるとはいいんだけど、サンドロックでの一部の状況とは違って、ここの人々は君を歓迎してるよ。この辺に住む予定の人とは誰でも顔見知りになりたいと思ってるし、もちろん君もだ。僕に聞きたいことがあったら、ここでのやり方について何でも教えてあげるよ。ぜひブルームーン酒場に立ち寄ってくれ。ヤクメルミルクをおごるよ。言ったけどね、もうすでにね。あ、研究所から来ました。仕事が早いですね。あなたが依頼した調査が完了しました。約束の通り図面を同封しました。きっちり時間通りにお届けしました。硬いな、文章。OK。プロセッサーね。プロセッサーは、なんか木の加工とかができるんだと思うんだけど、銅の延べ棒4つ、古い部品が2個。これは、あれかな。リサイクルでできる感じ？これはできたよね。これもできるし、銅の延べ棒って、何個持ってんの今。4つあるね。4つあるし、レンガもあるから、あとその部品的なやつが手に入ればいい感じかな。石をもっと集めとかないといけない。そして、いろいろやることがあるんですね。ちょっとチェストにいらなさそうなやつを。これはもういいよね。金とかはいらなさそう。スカーフまだ装備できないんだよね。これも入れといて、ディスク。薬もいいけど、もうインベントリーが、このシャツ売っちゃおう。どうは？これ投げる石だったっけ。これ持っとくか。あ、これ1個持ってるね。リサイクルで出てきたのかな。あとはこれも薬はいいや。ちょっと並び替えて、
よし、これでいいとしよう。あ、ミアンがいる。ライバルですからね。うん。話しかけておきます。依頼がありすぎて時間がないよ。何もその私はね、いっぱい仕事をこなしてますよっていうアピール。どうしよう、スクラップ行くか。さっきちょっと、あ、応援いるわ。応援話してみる。メイソンは相変わらずフラフラしてるね。休んだらどうだい？手紙は読んでくれたかな？何か食べたり飲んだりしながら喋らないかい？時間は取らせないよ。はい、ちょっと待って、今食べると、まあ一回イベントやしやっとこうか。スタミナ減らしてからの方が良かったかな。うん、朝から、身が引っ越してきてからずっと話をしようと思ってたんだけど、君もミアンも最近いろいろあって忙しかったみたいだね。感謝の気持ちとして、君に食事と飲み物をご馳走しようじゃないか。新人さんにはサンドロッカーちょっと厳しいかもしれないが、ここのオーナーである僕は、パンバというよりも少しだけ長く生きてるからね。どういうこと？まだ知らないことがあれば僕が教えてあげられるかもしれない。どんなことが知りたい？危険について聞いたか。ローガンという悪名と、ローガン、この人なんじゃないの？なんとなく応援ローガン説っていうのをね、ここに来て3日目にしてすでに唱えておきましょう、当たってたら前もいたもんね、なんかあの村人になりすましてる人でね、まあ、いろんな人がいると。砂嵐があるんだ。The sandstorms, you know, it wasn't always like this. A lot of people have left, and I. 一連卓章さん。Sandrock might not be the best place for everybody, but there are still people who love this town. どこで覚えたんだその言葉って。What would you like to know? どんな、あ、まだ一応聞けるんですね。一応じゃあ全部聞いておきますよ。Ah, the civil corps here are that thin, dusty line that stands between us and the many threats crawling throughout the Ufala. 入れなくて埃っぽいたんだ。They only have two core members here.必要なことはやってくれているから、ダンには教会のペンも協力。ああ、そこは仲がいいんだね。ジャスティスという男で、彼とは古い付き合いなんだ。今やジャスティスはサンドロックで一番タフな男。小さい頃は自分の影に怖がっていたんだ。人は変わるもんだな。ああ、ジャスティスがローガン説っていうのもあるよ。適当にみんなローガンに仕立て上げていく。アンスールね、アンスール昨日戦った人。光の教会。文章が硬いです。マチルダが技術に関しては非常に寛大である。あ、前はでもなんか反対派だったよね、確か。教会はそういう昔の機械の技術を使うことに対して反対してたような気がするんだ。この町ではそう、一応寛大である、ね。うん、物の武器も見逃されることだってある。自分の身を守る手段がなければ生活はより厳しいものになるだろう。これは意味もあるんだけどね、外縁部の方の支部も似たようなスタンスらしい。The church members are always proactive about helping. They've gotten so organized that, as a matter of fact, they actually handle a lot of administrative stuff in town.町のジムも手伝ってくれてるんだっていうところとかかってるってことちょっとよく分かりにくいジョークですね。はい、町の人たち。うん、ハイジー、クーパー、メイベルって誰？ヘルシー、カトリ、ファンシー、ミョウハクス。メイベルって誰だったっけ？Katori and her game center. There's also Arvio and Amira. Arvio, Amira. The sibling duo from Barnarok who moved here not. Amira makes ceramics that are top notch. Tokyo は最高なんだ。She's even starting to gain some recognition from people outside. She's always the one covering. 弟が若さのせいで失敗しそうになってもいつそういう関係なんだ。あ、そこはでも兄弟なんだ、アミラと。This town is full of nice people.
素敵なプレゼントを送ってみよう。きっとすぐに友達がたくさんできるはず。今は大丈夫。うん、話すの。ああ、喋ってるね。何も食べてへんけど。うん、とりあえず、後でお持ち帰り。あ、これがありがたいね。うん、うん、いい人だけど、どうなんだ。まだ信じないぞ。うん、何を頼めばいい。本日のスペシャルをどうぞ。うん、That's right. We've got a discount on something new every day. Sorry. Didn't mean to turn this into an ad. はい。スイート&サワーサンドフィッシュをもらいました。オーウェンとちょっと仲良くなりました。じゃあなんか代わりにこのオーウェンからもらったオムライスをあげときます。もらったものを返す。はい。いいよ。よし、ちょっと仕事チェックしときましょうか。ローガンでしょ？この顔になりそうな人。ハリソン、そんな変な動きせんでも。誰かがね、なってるかもしれない。これ何？あ、石を投げるからか。1個しかないんだけど、依頼。ミアン、やりすぎだよ、仕事。嘘、こんなすぐなくなるの。しかも、制動とかもできひんしろ。かんの。昨日のうちやっとけってこと。あと1日1個しかできないでしょ。つらいな、それは。転売で儲けようと思ったのに、ヒューゴが歩いてるね。Hello. うん、グレースのオムレツを食べたことがある。ものすごくまずかった。グレースは下手くそな料理。まともな料理を出してくれれば次の夢。ああ、そうなの。So long, partner. 何が好きなんだろうね。まあ、お酒好きそうな感じするけど。ヤンが歩いてる。ヤン、ちょっと依頼を平等に割り振ってほしいんだけど。うん、大きいね。それはやっとくよ、ちゃんと。あれは？メイソン。どうしよっかな。まあ、ちょっとスクラップ解体しに行こっか。仕事をやっとかないとね。この辺、これって、ああ、集められる。ゴミが、なんか、もともとの、なんていうの、世界の上に、ある町らしくて、地面から、いろいろ湧いてくるんですね。そういう世界らしいです。これは？これ、洞窟はいけんの？あ、いけるいける。なんか出てきたよ。ちょ、え？何やった？サソリみたいなの出てきたね。ここ、ん？ここかな？ここが入り口なんかな？なんか来た。なんか動いてる。誰？ Hey there, builder. アンスール。Need anything from the silicon? ミンペーダーに何か用ですか？緊急でなければ私はここを離れられないの。ですか。この扉を見張り、パラダイスロフトの危険な遺跡から暴走ロボットが出てこないかの間にやる。パラダイスロフト used to be a shopping mall in the old world, but after the day of calamity, all the robots went crazy. Or was it before? 私には正確なことがわかりません。歴史には疎くて、ここに入り、扉のロックが外れていて、それが治るまでは誰にも出入りさせるなとジャスティスに言われています。直しましょう。The door kind of looks fine to me, but I gotta follow orders. So until Justice does the paperwork, yeah, maybe you'll get a commission soon to fix it. But who knows how long that could be. Well, good luck. はい、わかりました。まあ、また依頼が来るんだろうね。さあ、解体しよう。ジャンク品。機械くずが欲しいんですね。ベアリングを作りたいんですよね、ちょっと。銅の棒か、まあ、ディスクもいると思うんで、とりあえず毎日ここに来て解体 しないといけない。あ、人が増えてる。4人もいたんだ。全員あったかな。1人
3人はあったと思うんだけど、これでスタミナも半分ぐらいになっちゃうもん。あとはないんだよね。エイ、ウェンディ、ビッグ、バムナは初めてか。うん。みんなはとても仲がいいよ。でも、いつかフェイトを少しここを辞めてビジネスさせる。どういう関係なんだろう。うん。マッサージチェア。この辺の人は声がないタイプだね。ビッグも確か声なかったもん。な機械を、リサイクラーが、どの延べ棒ができた。機械くずをもう4つやっときます。もう1個ぐらい作っといた方がいいんかな、リサイクラー。なんやかんや溜まるよね。ね、オートフィルにしたら燃料どう？これで？あ、ちょっと待って、使いすぎじゃないそれ。え、もう減らせへんの？うわ、やっちゃったな。しばらくオートフィルは使わないでおこう。これはまだないよね。よし、いいわ、しょうがない。